公明党、比例区の上田勇でございます。私は政治の道に入る前に農林水産省で仕事をしてまいりました。農林漁業はまさに食料を提供するという役割、これも重要なんですけれども、それだけじゃなくて、国土を守る、環境を守る、そして災害の時にも防災の機能も果たす。今この梅雨時になりまして、昨日も各地で大雨の、 ニュースが流れましたこの大きな水害っていうのはどこに起きても不思議じゃないような状況にあります世界的な気候の変動もその大きな原因だと言われていますそうした水害に対応するまあ、かなり事業は進んできたんだけどもまだまだや,やらなければならないことは山積みでありますのでまあ、ぜひ命を守る財産を守る防災対策引き続き 自民党、公明党、与党に皆様のご信頼をいただけますようお願いをいたします。今まさにこの日本は国の危機とも言える状況の中にあります。物価の高騰、燃料もずっと右肩上がりで上がってきていました。電気料金も上がってきました。建設資材も毎日買う食料品も今値上がりをしている。こうした危機の時にあっても 経済活動や日々の生活に重大な支障が起きてはならない。やっぱりこれは本当に地域の皆様方の声を生に受け止めることができる、地域にしっかりと足場を持っている公明党であるからこそ、本当に有効な対策ができるんです。どうか皆様方にもこの点をご理解いただいて、皆様方のご支援を、ご支援をいただきますように、これからお願いを申し上げます。